92式戦闘機K-5 92式戦闘機92式戦闘機は1930年代前半に川崎で開発生産された日本陸軍の戦闘機である。機体名称のK-5は川崎ドックヤードアーミーの略。1927年の新型戦闘機の競争施策に敗れた川崎では巻き返しを狙うため新型戦闘機の設計をドイツ人のリヒャルト・フォークト技師に依頼した。フォークト技師は土井武雄技師を補佐として1929年6月から設計開始し、1930年7月に試作1号機が完成した。完成した機体はジュラルミン製の主翼桁の採用や全金属製、モノコック構造の胴体など、それまでの機体になかった新機軸が盛り込まれていた。そして、試作1号機はテスト飛行時に高度1万メートル到達や最大速度時速 320km の日本記録を樹立するなどの優秀な性能を示した。その後、試作3号機まで生産され審査が続けられたものの、墜落事故の発生や機体の強度不安の問題の発覚、優れた性能の91式戦闘機の生産、配備開始等の事情から、本機の実用化は困難という意見が陸軍内で出るようになった。しかし1931年の満州事変勃発に伴い戦闘機を短期間に大量に配備する必要が出てきたため、陸軍では本機の第二次審査を急ぎエンジンの信頼性の向上や機体各部の強化等の改良を行った後、1932年10月には92式戦闘機として、正式採用された。これには、液冷、水冷エンジンメーカーとしての川崎の育成を図るという目的もあった。エンジンは、ドイツの BMW が開発した BMW VI を川崎で改良した国産のベ式500馬力発動機を搭載した。量産はすでに同年の1月から開始されており、正式採用後本格的な量産体制に入った。このため、部隊配備が始まった頃には戦闘が終了しており、実際に戦場には出ることはなかった。速度性能と上昇力に優れた日本陸軍最小の防空戦闘機とも言える機体だったが、搭載していた国産 BMW エンジンの信頼性が低く、整備も難しく稼働率は低かったと言われている。第一線を退いた後は練習戦闘機として利用された。92式戦闘機には搭載エンジンの異なる1型と2型があり、総生産機数は1型が約180機、2型が約200機の計385機であった。本機の開発と運用時の問題点は、後の95式戦闘機の開発に役立つことになった。ありがとうございます。